もうちょっと雄大雄大爪立てたあかん終わり、おやめろっつってんねん。松を彩る楓で日明けの夕日に照る山もみじ、うん、濃いも薄いも夕風あるも松を カモンいいよ。はいどうぞ。うわどうどうすげー、でもテレビはチビです。テレビはチビです。なんで？でもテレビはチビです。高麗くん豪華です。気持ちはどうですか？嬉しい嬉しい。しっかり食べてくださいね。高麗くんはマグロもついてますね。小学生ですから。初代くんも、もう今年からあれやで、小学生やから次からこれないっぱい食べてよ。分かった。お母さん五人家族でよかった。うん。よかったよ。で、お母さんずっと五人家族。そうだよ、もう一人欲しい。弟か妹。妹やったら欲しい。絶対無理やって。高麗と秀大はお母さんのお腹からやろ。雄大はどうやった？どっからやった？お父さんのお腹から。お父さんのケツの穴からやろ。違うで、ゆうたらお母さんから出てきてる。でもさ、男から出てくることもあるけどな。そうね、多分子供でさ、子供で赤ちゃん産む人多いもんな。じゃあ手を合わせて小さな声でごちそうでした。高評価まだだよ、まだだよ、もういいって、もういいや、早すぎ、よし、こけた、セーフだ。どうするどうするの？すいません。え？すいません。すいません。どうするの？卵ですよ。うん。どうするの？お前ら言うて。うん。な。どうするの？もう今日出ていけ言われんねん。当たり前だ。お前物壊して。もう旅行中止やん。運動会も運動会みたいに今と取ったけどそれも終わりやん。帰らなあかん。ほんまに。だから言うと家ちゃうねん。障子か、障子をね、破れてしまったんですよ。ああ、そうなんですよ。だから、どうしたらいいかなと。僕もと。もう全然ない。でも、一つぐらい、ちょっと、いって二つこうしとって。大丈夫ですか、はい、謝っとけ、ちゃんと。ちゃんと謝り。いいえ、とんでもないです。ほんまに。問題なくて大丈夫や。もうこれからも、しませんって。これから知らんでも、明日お客さんもあんねんからね。そうや、でも、春休みやから。ちゃうねん。すいませんね、したご迷惑かけて申し訳ないです。言っといても家で暴れんのはいいねんけど、ホテルってさ他の人も泊まるとこやねん、借りてるだけやねん、な、わかる？だからそう、お金払って今日は貸してくださいねっていうところやから暴れない、叫ばない、
他のお客さんもボール遊びなんか持ってんのほかな。お母さんなんか持ってこさせたこと自体が間違いやったわ。しかも、うん、ここ遊ぶ違うボール持ってきてさ、わさね、あのさ、どっちしたのが悪いの、うん、あかんことわかったな。これからは絶対に暴れない、ボール遊びしない、うん、お父さんが今は多分そのやってしまったことのなんか弁償どうすればいいかって聞いてくれてるから。分かった？お父さんにもありがとうって言うねんで、ちゃんと対応してもらって、うん、分かった人ありがとう、うん。ヤッホーヤッホー。ねえねえ、今さ朝風呂さ入りたい気分やね。朝風呂、朝風呂入りたいねんけど、ここは温泉街なのかな。そうやね、なんかうん、何だっけ、有馬温泉みたいな雰囲気やった、うん、じゃあ楽しんでいきましょう。足やったらやろっかいし。そうやな、やろっか。じゃあ行くよ、レッツゴー。よし、あーいいね。後ろに夏目漱石も入ってるし、クロちゃんみたいな人も入ってるし、はいはい、まず一旦飲み物だけでいこうか、うん、ジュース、ジュース、ジュースばっかり飲んだらあかんで。どえそうやな、うん、だから水にしとく。いや水にしとく。あのカフェの代金が、うん、あんたら足湯やで、中まで使ったらあかんで。上がってろ、特に雄大。前さ、あのさ、中まで使っとったよ、うん、はい、やった。はい、ここはね、あったかい、あったかい、あ、むしろ、あ、微妙に使ってる。はい、チーズ、はい、返して。次どうぞ、はい、返して。じゃあちょっとお父さんが、うん、お父さんが食すってます。食します。チーズケーキ専門家が、うん、あがち座って、うん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 、あー、ちょ、ちょ、ちょ、今はそれはやめて、さすがに。ちょっと考えて、広大、さっきからめっちゃ濡らすやん。あかん、あっちのプール入りたい。テンション下がっとる。出来上がり、プールじゃないで、あれ足やで。またさ、あれしよう、カフェごっこ。まだまだあるから、こうだ、しゅうちゃん。ここ何が有名な、切り替えんとダラ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 やっとったらお父さんしまい目に切れるで。耳痛いのに、耳痛い、だからガム1個買う、ガム1個買ってくれないんで。20円のやつ、10円ある、これがいい。もうそれはもうあれ、あ、100円やったらあかんな。そう、これの方が安いな。そう、これ期限だ、何これ、回収だ、はい、はい、チーズ、ここ、めっちゃ口だけ動いて、ヤギみたいや、ヤギみたいや。あ、ダメと思ったら、はい、こう、はい、あ、いいやいいや、持つよね、持つよね、いいやいいや、そうそうそう、はい、行くよ。だんご三兄弟、チャンネル登録よろしくお願いします。なあ、ガム買って、もうお前ら目につくもの、目につくもの全部欲しい欲しい言うからさ、お母さん欲しいって言った、しかもさ、お母さんが欲しい言うたら、裏ボスやからな、裏ボスお母さん、気分ようやってもらうのこっちが困るから。それが夫婦円満のこと。でもさ、たまにはお菓子買ってるくれるよな。うん、っていうかたまにどころじゃないやろ、お前ら。お母さん、みかん飴買ってくれない、買ってくれないの。え、わかんない、どうかな、うん、食べてみたいけど無理やもん。もうそういうのもせこいよな。せこい。じゃあみかんでもらってよろしいですか。よかったな、粘り口やで。何がの、ソーダに、ありがとうございます、お願い、もうひとまずごまんといてもらっていいか。頼もう。あ、そう、みかん、香りがみかん、でもみかんやけど、なんかいい匂いやで、いい匂い、うん、ほ
ほら、ほら、ほら、結構いい言ったら、ほら、タイ飯とかにソースかけたりとか。じゃあお父さんから行きます。で、あれ、ハズの匂い行くで。うん、めっちゃ食べてる。すげえ、ぬかすごいね、これ。え、食べた。あ、もうすごい。あ、もっとかぶ。すごいみかん。すごいみかん。めっちゃ美味しい。この最後残ったやついる人。はい。ちゃんとあれやろな、雄大ちゃうな、ちょっと。じゃあ半分半分、ちょっとちゃうかったな。はい、ほんなら半分ずつしや。これすごいよな、でもみかん。思ったよりみかん。全部かぶった。よし。高評価。道後とよしかな。みかんめっちゃあったけど。この旅行どうでしたか。誰から行きますか。はい。あ、シュウダイ君。ガーメドキドキ食べるドキドキするし、ないっぱいな、なんか美味しいもの買ってくれて嬉しい。あ、買ったことな。でもみかんってすごいよな。ほんまに。みかんってさ、あのさ。はい、次誰から行きますか。みかんおにぎりやもんな。はい、なんか、はい、みかんおにぎりとか。あ、匂いさ、書いたしさ、いっぱいさ、走ってさ、お母さんがしてさ、落とそうとしてたのが嬉しく。OK、落とすなよ。はい、じゃあこれ。なんか足はもう気持ちよかったし。いいね、触れてほしいこと触れてくれる。なんか、みかんの、うん、なんか、おにぎり、なんか、うん、みかんジュースみたいな味だった。すごいよな、みかんっていうやつ。すごいよな、うん、みかんパワーを知った日やったね。はい、じゃあ、また来ましょう。じゃあせーの、バイバイ。行こう、向こう。あ、しょうや、はい、男三兄弟、三兄弟、大きい声で三兄弟、トントーダイ。